バーニャカウダのディップと、野菜バーニャカウダのディップと、野菜バーニャカウダ専用のポット。下の空洞部に、ろうそくや固形燃料をセットし、上部にソースを注いで熱する。バーニャカウダは、イタリアピエモンテ州を代表する冬の鍋料理である。ピエモンテ語で、バーニャは、ソース、カウダは、熱いを意味する。テーブルの上に、フォイオ。 と呼ばれるテラコッタ製の鍋を置き、アンチョビ、火を通して、柔らかくした、ニンニク、オリーブオイルを混ぜ合わせた、ディップソースを温め、野菜を浸して食べるフォンデュに類似した料理である。使われる野菜は、カブ、セロリ、ペペローニ、ニンジン、キャベツ、ラディッキオ、カーボルフィオーレ、トッピナンブールなどの生野菜や、下茹でしたジャガイモ、カルドン、カボチャ、ビーツなど、 通常は野菜につけて食べるが、焼いた肉、魚、茹でた肉などにもつける。ソースが残り少なくなると最後に卵を割り入れて、スクランブルエッグにして食べる。近年、日本ではバーニャカウダの風味を取り入れたディップや合わせ調味料などが多数商品化されている。冷たいソースを使う場合は、バーニャフレッダ、もしくはバーニャフレーダと呼ばれる。バター。 生クリームを加えることもある。ピエモンテではトピナンブールカルドが必須とされる。ありがとうございます。